人の世に株がある人の世にパチがあるこの美しいものを守りたいだけおはようございます。コンビニ店員さんです。コンビニ店員です。この間の稲城の温泉から、何か変わった変更したところがあったら教えてください。はい、Uber Eats を個人的に始めまして、お、はい、で、まあ積載性を高めるために、うん、折りたたみコンテナをつけました。うん、これは結束バンドでついてるんで、ちょっと安定性に不安があるんですけど今のところ大丈夫です。であとはまあ長時間 Uber Eats で乗るのでシガーソケットをつけました。うん、結構電装系の加工は初めてだったんで、うん、大変だったんですけど、まあ、なんとか今のところ役に立ってます。あとはそうですね、サイドスタンドをつけました。これも配達用？配達用ですね。やっぱセンタースタンドを1回1回立てて戻してだと時間がかかるんで、うん、やっぱサイドスタンドがスッと出せるのは結構ありがたいみたいですね。仕事で使うなら必要だね。そうですね。でここをちょっと削る必要なかったんですけど削っちゃって後悔してますそんな感じですかね。抜けてたサスは変えたんだっけ？あ、そうですね、サスもそういえば変えたんだった、うん、前回参加した時のご一緒させていただいた津田さんにアドバイスいただいて、うん、まあ、市販のどうなんだろう、クオリティは分かんないんですけど、一応まあ手頃な価格のサスペンションに変えました、うん、まあ、変更点はそれぐらいです。今日は残念ながらちょっと野暮用で参加できないんですけど、こうやって顔だけ出させていただきました。はい、まあまた次回行きましょう。はい、今日は楽しんでいってください。はい、どうも。どうも、おはようございます。連続参加の丹羽さんで、今日はまた新しいバイクですね。はい、今日はみんなが昭和平成初期の原付に乗ってくるもんだから、たまには電光機を持ってこようと思いまして、うん、ヤマハの2017年に生産が終わったボックスデラックスです。いや、じっくり見るのは初めてだな。でかいっすね。そうなんですよ、もう見た目 50cc じゃないぐらいのでかさで、うん、で一応その平成28年の排ガス規制でもクリアできなくて生産終了しちゃったっていう。気に入りはですね、ここですね、横開きなんですね。おおお。で、まあ荷物こんだけ入りますよっていうんで、まあ、レインコートとあと旧車が多いんでパーツクリーナーと今回は工具を積んで参りましたので、何かあっても今日は大丈夫です。メッツンがすごく浅いですね。浅いです。じゃあフルフェイス入るんですか？入らないですね。入らない。フルフェイス入らない。このタイプですね。これであればギリギリ入るかなぐらいですね。はい、こんな感じですね。ここでギリ。なんでフルフェイス入んないのかね。下にどんな構造になってるかよく分かってないですけど、多分この辺にヤマハの H がマシン的な何らかの H が多分あると思うんですけど、もっと深くできるはずだよね。多分できると思いますよ。ボックスの方が深いよ、はい、ボックスの方が深いですね。これはもうぜひ動画を見た方にぜひヤマハのボックスを僕はおすすめします。現行機なのに 50cc だから30キロしか出しちゃいけませんけど、60キロ平気でいきます、うん、へえ、早いね。早いです。ランクと比べたら多分こっちの方がスピードが出ると思う。でももう新車では買えない。いや、新車で売れ残ってるやつだったらまだ世の中にありそうなの？あるの？
まだ新車でも行けると思います。へえ、じゃあボックス欲しい、新車欲しい人は急いで急いで買った方がいいと思います。探してください。はい、はい、では今日はよろしくお願いします。取れてる、取れてる、これ取れてるし、もう皮膚。ちょうど入んないんだよ、パスポート。おはようございます。おはようございます。連続参加、釜飯の釜さんです。はい、釜飯と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまた違うバイク。はい、リード 80SS。白は珍しいです ね、 ね、どっちかっていうと黒のイメージですが、黒ばっかり、はい、うん、とっても大切にしておりますが、実はこれは、うん、足車というかですね、普段のお買い物から通勤までこなして、意外と一番乗ってる趣味の服。あ、そうなの。はい、はい、タクトいっぱい持ってるのにメインがリードだったんですか。はい、一応リードがメインとなっております。ですね、この車の、気に入ってるポイントはですね、実はですね、特にないんですが長く乗ってるんで、多少手直ししながら、乗ってます。でシートも、これは自分で貼り替えたものではなく、シート屋さんで、貼り替えたものになります。お、はい、これはちゃんとしたシートですね。はい、ね、はい、はい、OK。 はい、ですね、はい、前回、タクトフルマークのトランクルームを開けたんで、うん、今回はですね、リード 80SS のトランクルームを開けてお見せしたいと思っております。基本的に同じ年式なんで、スペース的には同じぐらいなんですが、前回の前期型フルマークと比べると、こちらにですね、うん、スパークプラグへのアクセスホールがついております。この黒い、蓋を外すと、うん、プラグキャップに手が届いて、うん、プラグのメンテナンスができるということになっております。プラグのマークがついてるね。はい、これはいいね。はい、カウル外さなくて、はい、できるとは。ちなみに前期型のフルマークにはこの部分がついておりませんでした。え、そうなの。はい、後期型にはついてます。そうなんだ。はい、じゃあタクトフルマーク買う人はここチェックしてください。あ、そうですね。はい、お、みんな来たな。じゃあ、はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うじゃうじゃ来たぞ。おはようございます。車を置けましたか。大丈夫、あと1回ぐらい入れられたかな。もうこれで全員かな。おはようございます。今日はですね、人数多いのであんまり遠出はしません。でメインは近くの温泉で外でジンギスカンを食べます。でその前にみんなでプチツーリングで相模原のレトロ自販機に行きます。おー、いいですね。知ってますか。いいですね。行きましょう、行きましょう。そんな感じです。で今日はせっかく横浜のチームと合同なので、なるべく知らない人とタッグを組んでください。いつものメンツつるんでると合同の意味がないので、というわけでペアを決めます。これからはい、じゃあ対面の人が今日のペアとなるので、
あのお互いに写真撮ったり動画撮ったりして、で後で僕のとこに送ってください。はい、ではあの自己紹介してちょっと名前覚えてね。はい、あとあれだ、名札つけます。動画で見ない方がいい。あ、動かないといい感じ。あれがいいんだよ、逆に。
まあ、変式。ある意味パンクしてるようですね。売れてるからね。マイクが変みたいだなと思って。これ重いの。これがね、反対の筋肉が重い。軽い。軽い。あれすごいよ。どうですか？加速が。これね、よく混ぜないと。これマジです。そこがしょっぱいので。40年ぐらい経ってんじゃないの。こちらの自動販売機、自分の買いたいものにダイヤルを合わせてからコインを入れる方式のようです。俺、何度も来てたけどこんなの知らなかったよ。くまさんはコーラ、何を買いますか？瓶コーラ。瓶コーラ、はい、じゃあ瓶コーラ合わせます。はい、お金入れてください。はい、で返却されるときは売り切れということです。次のところは、はい、はい、売り切れです。はい、じゃあ次何しますか？じゃあファンタグレープ、はい、はい、売り切れです。本当に出てきたの、これ。どうしましょう。じゃあジンジャーエール、はい、じゃあジンジャーエール、はい、はい、売り切れです。残念。これお金入れると出てくるだけの機械なんじゃないの？結構こっちは人気の自販機なんで売り切れです。売り切れマークついてないよ。え、おっ、ジンジャーエール、あ、ウィルキンソンだって。本当かな？インウィルキンソン。いただきます。はい、レトロ自販機です。お疲れ様です。じゃあ自己紹介と愛車の紹介をお願いします。ハマスカーポンコツクラブという YouTube をやってる小林です。愛車は、U-PAX S、これ溶接したゼロエンチャンバーというのが特徴です。ユーロチャンバー。ノーマルのマフラーが吹けなかったんで、うちの師匠のマスさんに溶接していただいて絶好調です。ここまでノーマルで、ここまでノーマルで、ここから全部、これもこれも全部師匠が溶接してくれました。何についてたチャンバーですか？これはディオですか？ディオのチャンバーを。何キロぐらい出ますか？これ今まだ調整段階なんで、まだちょっと40超えたぐらいまでしか出ないんですけど。これメーター自注してるから大丈夫。でも調子いいです。はい、まだまだ握って、はい、最高速目指しています。はい、頑張ってください。まだはい、オーブン見てない。はい、スタート。こんにちは。ハマスカポンコツクラブのマセです。マセさんです。こんにちは。これでですね、はい、地盤のところは回転シートですね。え、何これ？回転シートですね。どういう付き方してるの？フローティングシートと、あと21世紀のインシュロック。マフラーがインシュロックで止まってる。溶けないの、これ。楽しいっす、これ。あと先輩からパクってきたバイクなんで、昨日の夕方手にしてタイヤはめ替えたんですけど、ホイールがひん曲がっててスーパーロディオのようなバイクです。ただめちゃくちゃ速いです。
楽しい。60過ぎの親父が乗るバイクではないです。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、自己紹介と愛車紹介をお願いします。はい、国母です。よろしくお願いします。はい、愛車はスワニーです。古い中だけであまり走ってるの見たことないんですけれども、うん、まあ調子よく貼ってくれます。まあ、あとこのカゴについては自転車用でございます。昨日ちょっと取り付けてみました。ブリヂストン、はい、走ってきたら結構メーターで50回ってましたね。いや、あ、まあダメですよ、そんなこと言っちゃう。いや、多分それぐらい走るんで調子いいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。スワニーそんな出るんだ。はい、おはようございます。あ、おはようございます。自己紹介と愛車の紹介をお願いします。はい、ハマスカの、中洲です。今回初めて参加させていただきます。で、愛車は、義理のお親父の形見となるジョグです。ジョグポシェですよね、これ。そうです。うん、産経 J の方。産経 J ですね。うん、何かこれは何もいじくってないです。フルノーマル、そのまんま、お親父のそのまんまですね、うん、はい、そうですか。じゃあ大事に乗ってください。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。からそうそうそう、道楽で、あのバイク雑誌道楽で鳥シリーズの中でやった時に、なんか鳥の名前ついたバイクがハヤブサとか、はい、そんなにもなかったです、はい、フォークとか、はい、でこれをもともと熊さんからサドルもらったんですけど。ああ、そうなんですね。そうなの。それでなんか1ページにでもパッソルよりは速いですね。全然、はいはい、全然速いですね。多分ノーマルのパッソルよりも、うん、速いんじゃないですか、ね、ちゃんとオートチョークもついてるし、三輪さん、これ見たことないでしょ。ないです。スージーは鳥の名前じゃない。全然知らないです。俺もね、これ人生でこれ1台しか知らないよ。あまりにもなかったらしいですよ。ないですよね。じゃあ、そろそろお風呂行こうか。はい。お風呂行きましょうか。はい。
誰だ。はい、じゃあ皆さん席についてください。はい、OK。無理でしょ。はい、がっつりいってください。ガッツリプランうまい。半生でいってます。うまそうだね。半生いけるんでしょ。半生でいけるんでしょ。辛くない辛くない辛い、もっと辛いよ。もっと辛い。こっちやばいっすよね。辛くねえ、なんか。いかがですか、ジンギスカン。うまいっすよ。美味しいっすね。うまいっす。脂っこいっすか。いや、辛かった。辛かった。タレが辛かった。いや、もう、ね、いいことじゃないかな。無理だよ。ちっちゃいやつ。入れて。はい。はい、今日はちょっとイレギュラーっつって。あそこおかしいとかね。でもなんだろう、すごい血が騒ぐっつってこっちなのかな、僕そんなに居心地悪くない。悪くないですね。入れずみんなバカだから大丈夫。同じ俺なんか60過ぎてもなってってそうなりたい。このままボケてもわからないさっていう言葉が境が境がね。あ、いい女性の取り方ですよね。今年47なんですか。石渡さん、お腹いっぱいになりましたか。なりました。美味しかったですか。最初辛かったっす。危なっこいって言わないと。熱いよ、熱いよ。下めっちゃ熱いですよこれ。はい、じゃあ恒例の初めて乗ったバイクの話してない人。この人してない人一社。初めて乗ったバイクですか。うん。脂っこいやつ。脂っこいですか。それは免許取ってちゃんと買ったバイクってことですか。うん。関係なし。俺は昔ヤンキーだったみたいのを言いたい。初期型のディオの SB が最初ですね。何年ぐらい。16だから31年前ですね。なんだ、普通だな。普通ですよ。31それ31やね。早瀬さんは。いやもう忘れちゃったっすね。すげえ昔だったんで。忘れちゃったっつの初めてだな。いや、なんか小学校の頃なんか言ってて、近所のおじさんので後輩乗りましてたんで、うん、忘れちゃったっすね。マセさんが小学校の頃の車種って何があったのかな。はい、車種だ、株のオンボロとかのここだった。あと CB、そうだな、450とかあったんじゃないかな。レジャーエンジンかけてちょっとまたがって喜んでるぐらい。レジャーバイクみたいなのってあったんですか。いや、なんかファミリーバイク、結構画面のバイクとかいうのは、なんのあいつ、あれ、あれ、なんですか、ジャックナイフですよ。白バイクまでジャックナイフですよ。え、そうなの。もうすごい前ぐらいですか。白バイクって言ビビるじゃないですか、初めて。レベーターこんなの。俺が61だ。やばい、ガンゴーン。近い。大丈夫かって。このお兄さん、CB よ。それが最初で CB450 とか。450ね。CB450。16の時にリアルに今のやつ。俺、あの、みんなこうは、横浜で残り3台で。その頃って 50cc ってあったんですか。ありました、ありました。普通にギア付きの CB50 とか CB50 とかミニトレとかシャリーのシャリーダックス。そんなに昔からあったの。あら、それって、それって60年代の話ですか。ミニトレなんか乗ってきたの。だからあのマナさんとかああいうのかな。へえ、まだ5とか。さすがに早いのがいて、あ
まだスクーターは出なかった。ラッタッタ出たのすごい後だね。初めて乗った女の名前になります。誰？初めて乗った女は初めて乗った原付。僕免許取ったのが遅かったんで18に原付の免許を取って、その頃にスズキの G2 っていうんですか、あれ Z2 つの 50cc のスズキのセピア G2 ですか、じゃなくて現行の方、2000年以降の12インチの方のやつを乗ってました。新しいのです。僕は遅かったんで、傘さして走ってたら転ぶとか、そういう色々思い出があったんですけど、最後は盗まれちゃいました。あら、ね、今見つかってないです。初めてで G2 って贅沢ですね、はい、そうですね。早かったですか、あれは。早かったですね。改造して90キロぐらいまでは 50cc で出るように、90キロだってよ、まあ、出ました。チャンバーとかやらないと、はい、出ない。全部マフラーから何までやって、チャンバー変えないで、ね、はい、調整してやりましたね。懐かしいですけど、あれいいですね。今はもう古い方に、みんなの影響じゃないですけど、ハマっていこうと思ってるんで、はい、はい、お願いします。はい、はい、僕が初めて乗ったのはみちちゃんでしたけどね。いや、みどりちゃんだった気がするんだけど本当かな、みどりちゃんだった気がするんだけど、ちょっとよく覚えてませんが、バイクは田舎だったんで、カブ乗ってました、小学校の時から、小学校からカブ乗って無免許捕まんないので、親の仕事の手伝い、畑行く時は乗っても OK だったんですよ。OK って言って、親が言ってるだけで。親も OK、みんな OK でした。で、物心ついた時は、パッソーラと、あとは、そのバイクを持ってった CBX ぐらいですかね。全部国際共通免許です。それ普通だったんで、すいません、そんなもんでございます。国際免許とか久しぶりに聞いたんだよ今の若者分かんない、分かんないでしょうね、多分分かんないと思います。はい、じゃあ、はい、自分はですね、ヤマハのチャンプでしたね。チャンプ、はい、54V。 そうですね。おうおうおう。それを、まあ、1年半ぐらい乗っていましたかね。じゃあ、年が近いのかな多分近いと思います、はい、そんな感じです。はい、はい、みんな食べ終わったかな。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。あ、グーしないといけない。クマさん、ごちそうさまです。カバさん、今日の温泉はどうでした？いやー、よかったです。この温泉好きなんですよね。ここの温泉2回目なんですけど、とってもいいお風呂だと思います。今回もまた七沢荘に行けませんでしたね。早めに連れてってください。よろしくお願いしますリニューアルしたらね。はい、よろしくお願いします。はい、楽しみにしてます。はい、マジボイです。これのギリギリの持ってたよ。それつまんない。ちゃんぽん欲しいですよね。だちゃんぽん作ろう。始めるよ。3、2、スタート。ジョグの勝ち？
ゃあ決勝です。3、2、スタート。おえ優勝です。ありがとうございます。おめでとうございます。すごいじゃないですか、これ。いや、分かんないですよ。昨日の夜暑かったわけ。じゅんさんお疲れ様です。お疲れ様でした。前回の不調は治ったんですね。そうですね、前回ちょっとあの皆さんにご迷惑をおかけしたので、別に迷惑じゃないけど、リベンジを兼ねてあの今日はまた支援活動してもらったんですけど、本当は7サーソーまで行くのが目標だったんですけど、ね、はい、もうちょっと長い距離走ってこそリベンジだと思ってたので、でまあ今回何事もなく済んだので価値観がわからない、ほっとしてます。はい、ていうか早かったっすねこれは。あーなんか思いのほかそんな感じだったっすね。皆さんの方がもっと早いかと思ってたんですけど、はい、じゃあ次回は7サーソー
オープンしてるといいんですけどね。そうですね、ぜひこれでリベンジしたいと思います。そうですね、はい、はい、ではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、今日は、なんだっけ、あれそこ何温泉だっけ、森の彩り、うん、近所の温泉森の彩りに行ってきました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来月行けそうですか。はい、来月も、予定を合わせてまた参加しようと思っております。次回も楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。月島組長、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしょう。貸してもらってありがとうございます。さっきちょっと乗ったけど全然良くなってるじゃないですか、これ。じゃあ体重落とします。坂道登んなかったね。登んなかった。体重ちょっと落として、うん、はい、上げておきます。じゃあ、まあ、また次来れる時に来て、うん、組長専用バイクを提供するので自分で作ってください。CX どこだったの。 CX の代わりは。 CX ごめんね、ごめんね、ごめんね。はい、お疲れ様です。今日はどんな感じでした。というか、整備が間に合って良かったですよね。エンジン直って、うん、今日ちゃんと全開にしたんで1回おただチャンバー欲しいっす。音にやられました、みんなの。次ちゃんぽ入れてきます。はーい。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は皆さんのね、いろんな素敵な原付が見れて、ね、普段見れないようなバイクが見れたんですごく嬉しかったですね。良かったです。スワニーとか、はい、スワニーそうですね、見ないですからね、これはね、本当に素晴らしいですよ、本当に。またよろしくお願いします。はい、はい、はい、国語さん、はい、お疲れ様でした。はい、今日はいろいろありがとうございました。はい、楽しい人でした。スタッドルッツね。スワニーって早かったんですね。意外と伸びましたね。ねうん、いやちょっと心配があって乗ってたんですけど、うん、なんとか頑張ってくれたんで。全然これ奈良沢まで行けますね。準備はしましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、小林さん、お疲れ様でした。どうでした、イブパックス。そうですね。調子はいいんですけど、まだ上の方が出ないんで、うん、これからまた徐々にいたずらして、絶好調なパックス見せたいなって思うんで。もうちょい出ないと、七沢はきついかもしれない。きついですね、ちょっと伸びないんで。うん、まだまだこれからいろいろといじくって、はい、頑張っていきます。頑張ってください。ありがとうございました。マセさん、はい、ありがとうございました。うん、まあ、一人に、今日は一日楽しかったです。今日は、きます。はい、ね、急遽、はい、ジョグを、うん。まあ、ちょっと見た目通り新車のような輝き。素晴らしい走りで。仮パクしたジョグが、ゼロ四で最速だったという。今度またちょっと様変わりしてきますんで、ええ、よろしくお願いします。頑張って作ってください。ありがとうございました。伊藤さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もありがとうございました。はい。今日の勝負はちょっと、で不調です。セッティングというよりも、俺思ったんだけど、体重を落とせばそれで、そうですね、俺が乗ってれば全然いけたような気がする。まあ、ありがとうございました。はい、ではまた次回もよろしくお願いします。はい、あの、今日はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。厚木なんですよね。そうです、奈良沢荘の近くです。そうなんですか。今日向こうで待ってようかと思ったんです。いや、だって今さら地ですからね。じゃあ奈良沢荘行くときは現地合流ですね。そうですね、ここ来てもいいですけど、ここに来て、ここへ来て解散してくれ。いいっすね、帰ってくるんですか。帰ってくる、きついな。じゃあその時はよろしくお願いします。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。新聞屋さん、お疲れ様でした。配り終わりましたか。はい、まあ、とりあえず一人だけ非常に浮いてるやつが一台いたんですけど、まあ結構楽しめました。あれ、赤いの乗ってきた方が良かったんじゃないの。そうなんですよ、乗ってくればよかったです。じゃあ今度いつか
うん、エクスプレス2台で。それはおかしい。誰か白は持ってないのか。全色それまで白。これは青が。え？そう。なんかね。あんの？います。なんだっけ。なんだっけ。なんとかブルーだ。カブ色。カブブルー。ここが黄土色で、ここが。本当？プレスカブじゃんそれじゃ。コーミックブルー。なんとかブルーってのがある。カブ色がある。いや青は見たことねえな。もうあんまり記憶にないんだけど、こっちがインパクトがあるから。はい。結構楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。丹羽さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そう、皆さん昭和のバイクなんで、私だけ平成後期の現代機を乗ってきました。一応放送でもう、まあ、原付の集いで楽しめるよってことで、うん、YouTube 見てる人で放送だけど俺参加できないかな、どうしようかなって悩んでる人、大丈夫です、いますんで、うん、放送でも来てください、来てください、楽しみましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。卑怯者言ってますよ。あ、でもあれだよね、タクティ買ったんだよね。タクティ買いました。次はタクティかもしれない。じゃあ次はタクティでよろしく。それでは皆さんお疲れ様でした、ありがとうございました、またお願いします。またごめんね。え、直したのね。いやいや、普通ですよ。普通だけどあれ谷があるんですよ、だからそのトルクカムが削れておかしくなっちゃってるんで、その谷の前も遅いんじゃないかな。うん、もう出てきた、意外と出てきた。多分2倍だもんね。抜けないんですけど。ホースが抜けないんですけど、なんかラジペンとかなんかマイナスとかなんてやらないと。抜いてタンク側に付け直せばいいだけっちゅうことですね。そう。のムラがあるよ。こいつが。こいつもだって抜けないな、硬くて。じゃあ月島組長はこのファルディを頑張ってください。くれんの？どうぞ。やったかな、この間のチャンプの方がな、好みなんだけどな。頑張ります。ありがとうございます。はい、嬉しくなさそうじゃん。ガソリンタンクが上がんねえ、これ上がんねえ、これバッテリーが終わってる、多分ワイヤーだった、ね、結構パワーあんだよ、軽くて、これ走りますよね。これ中村君に言ったね、すげえ分かんない。今ね、津田さん あのポソッと言った一言、やめといた方がいい。こいつ、部品が手に入んないよ、全く、うん、マルシャで、今ヤフオクでこれともう一台出てますけど、うん、彼も欠品してるから、うん、それもあれもちょっと地方だったよね、うん、これは、うん、ね、近いうちまた俺が乗ってきます、うん、ね、これがどうにかなんないのかなと思って。ネタとしては最高のマジで、ね、あれ、鎌さんはホンダ専門じゃないの？これやめた方がいい。いや、あのね、浮気症で結構ね、なんかあの人と違うのがあるとこれもありかなとかっていう思う時があるんですよ。これバイクじゃなくてイカだよ、イカ。これね、前から見ると要するにこの頭がこうなってて、これイカっぽいの、この三角形は。別名白いやつはイカと言われてるんだ。イカ、白いやつはイカ、白いやつはここがだからイカっぽいもんね、足として、ね、でも意外と、うん、意外と軽くて意外と速い、うん、でセピアの、うん、セピア系の元祖のエンジンだから、うん、セピアのチューニングパーツが使える、うん、あ、これセピアと同じじゃないの、うん、エンジンはだから同じじゃないんだ。セピアと、要するにアドレスとかと一緒かな、なるほどね、モード GT、 モード GT です、うん、で、あのセピアとかアドレスとかと、うん、なんかこうエンジンが共通で、でなんかあのこれが一番最初の元祖らしいんですよ、今あの津田さんの受け売りですけどね。これはね、ちょっと難しい。で、あともう一つ、あの、はい、津田さんの、あの
あのパソッと言ったのが、はい、やめといた方がいいよまずこれが手に入る、これが一番のこれ、そう、荷台がね、荷台がないよな、これ荷台がみんな問われちゃう、あ、うん、ありがとうございます。いや、外装新品だったわ。分解ってシートもいいし、うん、SB の練りわさび色に塗った、はい、ライムグリーン、俺ライブで出てきたライムグリーンだ、はねつけて乗ってましたこの間4800円でエンジン打ってたじゃないですか、大磯で。あれ買っとけば、これだけでヤフーだから5000円ないピラル券で。ここさん、ここさん、これどうですか、これ。あ、これパチモンだ。ダメだ。兄弟。これ兄弟。パチモンなんてあんの？これパチモン。OKO のキャラだからダメだ。OKO なんて聞いたことない。台湾。これライブビデオの9号だね。9号。あの、真っ黄色があるやつ。真っ黄色のあれ。うん、うん、俺が乗ってたのと一緒だ。じゃあ、あのエンジン買おうかな。あのおっちゃんだと、あのおっちゃんさ、あのおっちゃんさっきすれ違ったよ。あ、そうなの、うん、昼間っていうか、これ3、なんか文字が1個ねえんだけど、3からじゃないの、3-0か、うん、本物だ、うん、うん、プーリーダメ、死んでるよ、プーリー死んでます、これ。まあエンジン丸ごとだよ、プーリーは死んでる。どうしようどうしよう、これな、これはエンジン全くダメだ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。この後はい、気をつけて。今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。お願いします。04面白かったです。気をつけて。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。また来月。はい、よろしくお願いします。ああ、津田さん、ちょっと待ってよ。お疲れ様でした。気をつけて。お疲れ様です。またね。お疲れ様です。ありがとうございました。そうですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。はい、来月天気が良ければまた参加したいと思っています。雨じゃなければお願いします。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、どうも。まだすいません、ありがとうございます。来月はちょっと出張がありますので。これないですね。あ、そうなんだ。残念。7月は多分大丈夫だと思うんですけど、ええ、ちょっと夏に向かって忙しくなっちゃうんで。はい。お疲れ様です。はい、気をつけて。なので、できたら7月に、つい2日前に仕入れたタクティを直して、ええ、乗っていきたいなって思います。程度良かったんで。多分すぐ治ると思うんで、はい、はい、じゃあ再来月、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。はい、帰ります。タクティって何色なの？何ですか？タクティ、あのあれです、キャンディーレッド。キャンディーレッドか。あのタクティカスタム、カスタムだ、はい、タクティって種類あったの？タクティカスタムはあのキャンディーブルーとキャンディーレッド。あ、そうです。で、あと白もある。白ありますね。うん、白はでも普通の白と変わらない。普通の方です。あの、ソリッドの白。はい。で、うちにはあったんです。
パクティ。俺が高校生の時に乗り回してたの。パクティのもカスタム白。マイカゴも白いのつけて走って。写真がわざさんに送ったばっかだったんですけど、撮ったんですよ。もうね、超良かった。問題は色が、まあ、焦ってなければ。焦ってない。おお、綺麗な。そうね。これ送った。これはいいですね。ね、もう純正のカゴまでついて。まさにこのカゴがついてた。うん。ここもちゃんと、うん、モールがついてる、ね。マットもついてて、ちゃんとステップマットも。はい、これはいい、いい買い物。ちゃんとカスタムも残ってるんですよ、うん。あ、すごいね。いいね。これで、いくらですかって言ったら2万でいいよって言うから、本当にいいんですかって言って、3回ぐらい聞いてくれて。で、思わず熊沢さんにすぐ連絡しちゃって、タクティー仕入れちゃいましたっつって。うわ、正解です。間違いない、損はない。多分ね、熊沢さんとことここがね、すごい安いんですよ。行かれたぐらいに。だから、買えていいんだろうなと思って。そんなに綺麗なの、うちにあったら、2万ぐらいだろうな。だからもう、多分同じだと思うんですよね。ヤフオクだったやば。言ってました。もうちょい高いと思うよ。5万ぐらいないんじゃない？で、タクティは意外と早い。そうなんですね。AB いくつなんだろう ?12? とかそんな。で、俺が高校生乗ってた時に60、メーターで62、3で行って、そうですよね。DJ1R よりも早かったわ。あのスピードメーターが純正で70まであるんですよ。あれ。え、そんなに古いのあれ。あれ。あ、AB だもんね。AB の古い方だから、タクトの姉妹車だから、ね、うん。07の姉妹車だから。早いね。あれって家帰ってから気づいて、あ、70万あるこれと思って。もう楽しみでしょうがない、サイズは一回出せるのは、うん。軽いですよ。軽くて早い。もう本当すぐ治っちゃうと思うんで。市場温泉ツーリングの時は声かけてください。わかりました。そうですね。二人だったらね、小さいところでもいいから、玉水路に行こう。はい、休みになると思うんで、うん、その時に時間あるときに一回連絡します。俺毎日日曜日だから。あ、俺も毎日が日曜日。日曜日休みですよね。じゃあ毎日休みじゃん。日曜日。あ、そういうことですか。人生毎日が日曜日。うん、僕あのダメなサラリーマンなんで、あの日曜日はどっか出張行かされちゃうんで、残念なこと。というか、月島さん、ヘルメットを置いたまま戻ってこないんだけど。歩いてくるじゃん。じゃあ、またランナウェイもそのうち乗ってきます。そう、ランナウェイも持ってるそうです。津田さんも今作ってるし。いや、何にもやってないけど、あのままで。あのランナウェイも結局 V レートないんで、もう近いバンクのやつ探してつけるしかないなと。もううちの36で出なくなっちゃうんで、開けたらもう V レートが選ぶんだと。うん。はい、じゃあ、まずはタクティーで。はい、はい、ありがとうございました。はい、気をつけて。じゃあ帰ります。じゃあ替え歌お疲れ様でした。はい、気をつけて。お、激しいな。
じゃあ春で我慢してください。はい、ありがとうございます。何しようがかっこいいですかね。おばきゅうじゃない。おばきゅう分かってる人少ないと思うんだけどな。考えておきます。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。来月よろしくお願いします。いや、来月ってこれ来るでしょ、手伝いに決まるとき。ああ、来るけど、うん、じゃあ、あれ釣りングは釣りングの話かと。釣りングは来月。はい、じゃあまた、ね、来るのは多分来週かな。はい、雨降るからね、うん、今週ずっとね。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。はい。下りはいいけど、上りが弱いですよ。ギリ登れました。ギリ登れた。まあ、こんなもんで。じゃあ、りっくん、試乗よろしくお願いします。遅っ。原付ツーリングもトラブルなく無事に終わり、カルビ50も市場の貸し出しして、やることを終わったので、数秒の市場に行ってきます。